堺井筋、線プラットフォーム、千日前線プラットフォーム、日本橋駅は、大阪府大阪市中央区日本橋一丁目にある、大阪市高速電気軌道の駅。堺井筋線と千日前線の2路線が乗り入れる。駅番号は、堺井筋線が K17、千日前線が S17。また、以下の駅とは、南ンバウォークという千日前通り以下の地下街で、結ばれている。 堺筋線は地下1階で相対式ホーム2面2線を有し、千日前線は地下2階で島式ホーム1面2線を有する地下駅。改札、コンコースは堺筋線ホームと同一フロアで両ホームに1カ所ずつある。千日前線ホームは堺筋線ホームの下のフロアにあり、乗り換えがしやすい構造となっている。2012年現在、 火災対策工事で駅舎改造を行っており、同時進行で国立文楽劇場との連絡通路や駅舎壁面、ナンバーウォーク入り口付近の売店がリニューアルされている。また、堺筋線ホーム階には上下線とも多目的トイレが設置された。堺筋線機体機ホームは改札を隔ててナンバーウォークと同一フロアであるが、 南行きホームは千日前線ホームあるいは境筋線上下線の下にある連絡通路を経由する必要がある。隣の谷町9丁目駅の近鉄大阪上本町駅連絡通路もこれらと同様な構造となっている。当駅は日本橋管区駅に所属しており、同管区駅長により自駅のみの単駅管理となっている。 2020年11月10日の1日、乗降人員は54,085人である。大阪シティバス日本橋一丁目停留所。ありがとうございます。